いてはジョージ、そして彼の元に集まったシバちゃん、サトシ、バーサス巧みなカウ、ナオキング、ナオト。初戦はファンを妊娠させるクズ、巧みなカウ、バーサス。オーディション動画で最もアンチを生んだシバちゃん。 A チームが11番で、 B チームは14番でよろしいでしょうか。では2分間お互いをディスり合っていただきます。準備はよろしいでしょうか。よーい、スタート。お前何やってっけ、京都の光るって言ってるんですよ。あ、そうです、はい。しょうもな、お前光るって俺なんかどうやって生きていくつもり。あ、そんな髪の毛おらんだったら多分俺生まれてないわ。お前、あれ家族おんねやろ。いや、ごめんな、俺今アンチされても全然聞かへんねん。だってな、ちゃうねん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 。アンチされても、もうこの1回目のオーディションの時に、俺もう全然気づかしょうもない、うん、そう、そう、それ分かってん。だって、マジでお前グーで勝ってん。鼻さして、鼻さして。パーで勝ってん、グーで勝ってない。あ、パーやな、パーで勝ってやん。で、一番おもんなやつがパーで勝ったなと思って、しょうもなと思って、お前アンチ叩かれたから。で、ほんで光るの2番線じゃん。全然響かへんな。なんか言うてこいじゃん、言うてこい。なんか俺に言うことある。なんか言うてこい。俺全く分からへんねん。分からへんねんやろ。うん、分からへんねん。お前も分からへんし、分からん上におもんないに。いやいやいや、どないするんこれ。いや、ごめん、鼻毛出てるで。鼻毛は出してんねん俺、逆に。あ、出してんねん。そうなの、そうなの、そうなの。いや、こんなかっこいいのに。いや、俺の立場も考えてみてくれ。俺アンジがあってジョージさんにお願いして、うん、こんな格好やらされてんねん。やってんの、やられてんねん。やった上で思んないで、ほんまに。いや、思んなくていいって言われて。だって金二人ってどんなチームなの。いや、滑ってって言われてるし。いや、俺はもうなら金3人おったやん。俺はジョージさんの、俺は全うした。ほんまに思んないで。全うした。いや、ほんでこれなんなん、これなんなん。いやいやいや、さっきおもろい言うてて。お前つけてみや、じゃあそれ。つけたら喋られへんから、喋られへん。もうまだ喋る。今は負けるからな。それ何がおもろい、ほんまに。おもんないやん。いや、おもんないけど。え、これも全部おもんないやん。待て待て、つけろ言うて。お前つけた上で思んないね。もう何もできひんやん。そこまで上がってないと。お前らが身長高いから俺の勝ちじゃないか。身長やったら負けてるわ。ごめんな、ほんまに。そこはいいわ。でも顔はもう、いや、顔は俺負けてるよ。え、でもお前 YouTube やってるやんか。 YouTube やってないよ。やってへんねや、ごめんなさい、ほんまに。いや、でも TikTok しかやってない。 TikTok やって京都の光って言われてんだよ。 TikTok のフォロワー何人。え、40万人。40万人、うん、すごい。何やねん。俺にも見せてる。そこはすごい。そこはすごいけど、そこはすごいけど、こんなイケメンでそんだけ言われて40万人って言われたらパンチが弱いな、やっぱり。じゃあ何言ったんや。俺はだって滑った人で、うん、滑った人で2万5000人って言われたら。でも滑り続けてるやんか。いや、滑り続けていいね。今も滑ってるから。滑り続けてここまで来たん。いや、ここまで来てん。いや、そうね。うん、味方おらんの。終了です。それでは光様のタイミングで皆様一斉に札をお上げください。いました。はい、いきます。はい、せーの。 B が3票、14番の勝利です。おめでとうございます。でも頑張った。いや、まあ前線した。マジで前線した。前線した。正直面白かった。想像の何倍も面白かった。確かに。でも、うん、そうか。A を挙げられた方は理由は何かございましたか。普通に面白さでは勝ってたかなと思ったんですよね、正直。まあその圧では圧倒してたんで完璧に。ただまあ確かに言われてみればもうなんか口を開けばジョージの話するなっていう。ジョージ頼み感はあったのかなっていう。これ次も A チーム後がないんですけど、うん、次は誰が。えっ、弱い。えっ、勝てます、勝てます。いやいや、結構負けたら、負けたら終わりですよ。こいつに負けたら前です。最強なんで。最強なんで。最強だったんで。えっ、一番強い。手札なんで。温存してたってこと。実は一番強い。そうだ。ここで負けて後悔ないっす。後がない A チーム、ジョージではなくまさかのサトシが登場。対するは全てをさらけ出した男、ナオキング。では A が13番、B が10番ですね。これをジョージ出さないっていう謎の強気やな。いやだ、それぐらい多分信頼らしいんだ。じゃあ行きましょうか。行きます。よーい、スタート。はい、1000万取るために何の覚悟があるん。住所さらしみ。覚悟。あ、出よ。お前おいや、おい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 、住所なんて全部言ってやるや。埼玉県三里市、上口1丁目171-1。はい、ビューラー三里 L の1。バカ、電話番号言う前にまず住所の最後まで聞けって話だぜ。はっ、しょうもないよな。電話番号、はい、080-7249-8771。とりあえずお前まずな、それ以上ない、ジョージさんに謝れ。いや、将来ダッサ、こんなことダサいな。とりあえずお前敬語使え。ジョージさんに謝って、まず謝って。しょうもないんだよお前マジでよ。ダッサくね。こんなん
や免許証もないね。免許証さらしたとこで何だこれ。弱すぎる。いや免許証さらしたとこで何終わってからだからこれやる覚悟あんのか。最後ってこいよ。やるよやるやるやるよ。早くやれよ。ないよないよ。お終わったやってるわ。あじゃ終わったやれよお前。本選よよよ。あ分かったな。あ言ったかな。オーディション終わってから本選は何のクズなことした。何のクズなことした。いやめっちゃギャンブル。でやるよ。終了です。絶対やれよ。はい俺の勝ち。あおもろい。ヒカル様のタイミングで札をお上げください。はい決まりましたか。はい大丈夫ですか。はいじゃあいきます。せーの。よっしゃー！よっしゃー！よっしゃー！お願いします！おいやねー！ほら！そんな気持ち笑っといて！これは正直ね。まあおもろかったっすよね。まあそうっすね。ここまで取っといてたっていうね。まあナオキンが同じことしか言ってないっていうのはね。ちょっと僕は弱いかなと思ってましたね。ただ僕一個だけ思ったのが僕多分純粋な勝敗だと B っぽいなって思ったんですよ。なんでかっていうとやっぱりこうあの髪型を見せられたところからしっかりマイナンバーかとかに切り返してもうちょっと行ってたら逆転かなぐらいな感じだったんですよ。ただなんかその最初からさらすキャラを出しすぎちゃっててなんか予想できるんですよ。なんか出してくるんだろうなっていう。だからあれは強すぎましたあれはやっぱこう残してるっていうのがやっぱこう仕込みなんですよね。確かにいつからしてたんですかそれは。もう美容室昨日行ったんですけど。美容室自分でやってない。自分でやってない。すごいな。美容室したんだ。これがだからジョージの切り札。ああだからあんな自信満々だったんだ。ちょっと若干しかもなんかラッパーっぽい喋り方になって急になんか口調が変わってね。面白いな。秘密兵器を用意したサトシが勝利。共に一勝となり大将戦へ。ジョージとナオトの戦いで勝敗が決する。うわこれどうなんの。これわかんないです。マジ結構どっちもね頭脳派みたいなね、うん、これやばいな。お二方準備はよろしいでしょうか。では思い切り2分間ディスり合ってください。用意スタート。はい初めまして。はいどうぞどうぞ。なんか先に言ってくれたら何でもアンサーするんで。それに返すってことですね。はいこれジョージさん、はい、なんかまあディスりってことなんですけど、はい、あのすげえずるいなと思ってて。俺がずる、はい、なんだかんだ番組をもげる上げるためにイクミンと盛り上げたりとか、はい、まあ今の髪型とか、はい、あの指示してあげて、さっきもずっとこうした方がいいよこうした方がいいよって言ってるんですけど、はい、結局自分の王国作ってるっていうところで、はいはい、あのまあヒカルさんがオーディションの時一番言ってたのが、はい、自分の役割を全うできる人、はいはい、そういった人を選びたいって言ってたんですよ、はいはい、なんですけど見た目枠で受かってて、はい、でこっちもじゃんけんパー裏切りが面白いからっていう趣旨で受かって、はい、あそれで言ったらあのこの2人オーディションの時点で何の結果も残せなかった2人を今ここに来て今もう次の3回戦まで行ける位置まで来てる。で直人さんはすごい知的だしむちゃくちゃいいと思うんですけど、直人さんはこの動画に出てのマックスってヒカルさんの動画に俺出たことあるんだって地元の友達に言えるのが一番の多分そこぐらいの人間だと思うんですよ。それそうだと思うんですよ。それですごいですから十分。ジョージさんはでそのテンプレートの笑いをまずやめた方がいい。これがテンプレなんですか。テンプレです。どこで習ってますこれ。イクミンと同じ、はい、あなたはこのレベルのやつロバの例もそうですけど、はい、結構テンプレなんですよ。コメントでもありましたよ YouTube のコメント。さ瞬発力ですよ。瞬発力ではない、はい、俺瞬あれがネタですか。ネタあれがネタだとしたらお笑い全く分かってない。お笑い芸人なんてあれぐらいのこと一発できるから。だから芸人ってすごいんだよ。あ、すごいです。みんな返せるよ。それも分かってないんだよ。だとしたらあれがネタだと思ってじゃあ今ネタ仕込めてる状態で何もね、こうネタ仕込んでなくてここに今俺押し込まれてるって何もない。だけど今ここで今出たよね。た後半戦でいきなり出てくるのさっきと同じよ。 OKOKOK これやるわ。多分これで折れてくる。多分これでこれ3万兆やるわ。多分それでそういうところが汚いよ。この人間性が今めちゃめちゃ出てるよ。いいよいいよ。お前金を落とすなよ。なんでめちゃめちゃ人として最低のことして最後終わったぞ。大丈夫か。いいよ時間だ。俺の物差しじゃないもん。俺君の物差し。はい終了です。それではヒカル様のタイミングで皆様札をお上げください。これだけちょっともらってきます。あいや、ま、負けたら誰だこれ。大丈夫です。決まりましたか。ちょっと待って待ってですか。これめっちゃいい勝負でしたね。悩ましいとこですか実際。延長いけるんだったら。じゃあちょっとね悩ましいとこなんでラスト1分間延長戦いいですか、はい、それでもう一回ちょっと判断させてほしいです。じゃあ、まあ、さっきの2人で
大丈夫、大丈夫、お願いします。じゃあここで1分間で、はい、お願いします。では延長1分です。よーい、スタート。この後、はい、この2人のメンバーが残るよりも絶対後ろの2人が残った方が YouTube の数字は回る、はいはい、それってもう自分が能力ないって言ってるの全く同じやん。この番組でスターになるでしょ。能力がないっていうのは自分を押しといて、はい、俺は違う、俺はこの2人より圧倒的に上、だからこの番組をなのに1分間で素人、しかも俺なんて全然テレビなんか出たことないやつを1分で仕留められない能力、うん、結局上って言ってもその程度なんだよ。そうだよ、能力芸人の能力なんて人よりちょっと上で、うん、認めたな、認めてるよ。自分の能力この程度ってことやな。えだけどこの程度でお前はここだから、でも俺より下ってことを自分が今認めてるんだよ。違う違う違う、だからきついんだよ。違うよ、違わないじゃん。これは今の違うのちゃんと論破して、ちゃんとして。違わない。例えばだけど、俺がそれはポテンシャルの話だよ。俺が芸人として同じ立ち位置に入ったら、俺は抜くよ。なんで？素人でここ。ジョージさんはたくさん学んで学んでここ。ってことは、俺が今から学べば余裕で抜く。え、何歳？32。32でここに来てるやつ、何も学んでないから来てるの。学んで、いや38だよな。お前の方が学んでねえだろ。はい、OK です。いいよ。はい、いいよ。じゃあこれで、最後決めましょう。大丈夫ですか。はい、大丈夫。決まりましたか。はいはい、いきます。せーの、リード勝利です。はい、B チームしてくれ。まあ本当にでもいい勝負だったんでね、うん、まあ、どっちが選ばれてもおかしくない戦いだったかなと、まあ、もう最後にふさわしい戦いだったかなと思います。最後の20秒ぐらいの開始が良かったです。俺は素人だけどここあんたプロなのにここってことは学んだらあげられる、確かにっていう、そうなっちゃう。もう俺も同じとこでした。そう、うん、俺もそうですね。唯一ちゃんと返してたなって思って。ありがとうございます、はい、では3組目は B チームの勝利となります。おめでとうございます。しゃ、A チーム、こちらは今回で脱落となります、はい、お疲れ様でした。なんと優勝候補筆頭と思われていたジョージの脱落が決定。波乱が起きたディスり合い対決、3回戦に駒を進めたのはこちらの9名となった。は1名の脱落者を多数決で決めていただきます。急に一人 死ねみたいな言うてるわけやんか。そんなカリカリしないでください。いやいやいや、せーのあんたたち最後罪悪感なく殺せるかなと思って。いや、ボコボコにしてるからバカみたいだなこの世界で、何を守ればいいのかわからないや。何回裏切られても僕はまた誰かを愛するべきか。嘘みたいだな君の声が時々針のように痛いんだ。いつの日か笑ってた僕らの毎日を思い出せないくらいに。